14番ゲートハニービート向かいます。かがりん離れてスタートしました。好スタートは13番のスティールマジックが切りました。その他も大きな遅れはない。まずはどうか、5番のライトベールわずかに先頭、外11番のムーム、さらにその後ろ固まっている2番のホーリーブライト上がっていった。外13番のスティールマジックは現在4番手、その直後1馬身半差9番のシャムフレンド、内からは7番のイーデスカイハイ追走、これを捉えて10番のモノノフが中段前まで8馬身ぐらい。これから3コーナー1馬身半切れます。8番のコールミーメイビー、内側1番のワイのナオミ、さらには外から上がっていく14番のハニービート、1馬身半切れて6番のカズマ、さらには12番のモズ、右肩上がり3コーナーカーブ4馬身ほど切れました。後方には3番のジュデシャンス、この馬が1番後ろとなりました。3、4コーナー中間地点からこれから4コーナーのカーブ、軽快に飛ばしていくのは5番のライトベールが先頭、1馬身半リード、2番手11番ムーム、4着を通過。第4コーナーのカーブからまもなく直線コース、さあ今年はどの馬が勝つのか。先頭は5番のライトベール、1馬身半2馬身のリード、直線へ向いてリード開いたか、ライトベール2馬身のリード、その後ろ上がってきているな、内からしぶとく11番のムーム、ムーム、そして外から来た13番スティールマジック、来たスティールマジック、おー外からはオレンジボを除いて12番モズ、右肩上がり、さらには10番モノノフブラック、しかし逃げると5番ライトベール、外から一気にまとめて12番モズ、右肩上がりだ、これ12番のモズ右肩上がり、負けたか。でもこの馬を持ってたより強いわ。中央最先着なら上出来、積極策で負けたなら悔いはない、よく頑張ってくれました。マーバ権利は絡めなかったけど JRA 最先着よく頑張ったと思います。お疲れ様でした。門別の厳しいダートをしっかり先行して最後まで粘ってたから上出来、掲示板確保お見事だったと思います。ななこさんも積極的で良い騎乗だった。屈強な同英馬相手に3戦目でこれだけ食らいついたというのは素直に良い馬だね。走りは悪くなかったし、ななこちゃんも道中は仕留めようと頑張ってたからね。とりあえずななこ継続騎乗権はあるな。 JRA 勢で唯一掲示板に残した藤田ジョッキーもムームもよくやったと思います。